地下戸神社は、埼玉県加須市中央2丁目5番27号に、所在する神社である。地下戸神社はかつて千方社と称され、埼玉郡加須町の尊者であった。境内地面積は446坪を有している。1872年に尊者となり、1913年5月2日に、社名を千法社より千法神社へと改めている。また、 社殿の改築許可が1913年10月9日に下り、1918年11月29日には、春行による、遷宮式が取り行われた。その後、神社は1931年9月16日に、新鮮兵白陵とも新神社の指定を受けている。1874年に、稲荷社、浅間神社、諏訪社、八坂神社が行使されている。 経営社として、稲荷社、浅間神社、八坂神社、恵比寿神社が所在しており、祭日として、稲荷社は3月初馬日の稲荷神社初馬祭り、浅間神社は7月1日の浅間神社初山祭、八坂神社は7月中旬の八坂神社祭、恵比寿神社は11月20日の恵比寿市大国神社祭となっている。経営施設として、本殿、拝殿、社務所、鳥居、 長寿社、山社子灯籠、狛犬、東ず地下近戸神社と掘られた、氷柱、心境、案内板、街灯、庭石、ベンチ、かと掘られた、石碑、水道、旗座を場所の区碑、石、イサム島、石、イサム島と記された、氷柱、四季式意識年碑と掘られた、石碑、延期式年と掘られた石碑、建築記念の日と掘られた石碑、 協力会記念碑と掘られた。石碑、五大典記念と掘られた。石碑、水谷玉渡る新築庭園改修記念と掘られた。石碑、三た来と掘られた。石碑、二十三野党と掘られた。石碑、法能家造人形組合と掘られた。石碑、浅間神社と掘られた。石碑、浅間大臣と掘られた。石碑、日露戦略記念碑と掘られた石碑。 伊勢街代大工鳥居建設記念碑と掘られた、石碑、奉納と掘られた、石碑、社殿春工記念碑と掘られた、石碑、焼却場、滑り台、ブランコ、運手、広場、手焼き、椿、き、木、筒子、あじさい、桜、いちょう、白、餅の木、楓、えで、棚、竜の髭、松などである。また、神社内に所在している石。 イサム島は1956年9月24日にカゾシシテ有形文化財となっている。石、イサム島は文化年間に史上の神様としてカゾの後獣子の世話人らにより信仰されていたと伝承されている。石、イサム島の信仰は九州地方では多く見受けられているが、関東地方においては極めて稀である。この石、 イサム島は1954年10月に中央2丁目の塩田鉄工所の裏に所在していたものが先座されたものである。石、イサム島の石碑の筆跡は亀田宝斎により記されたものである。ありがとうございます。